はい、皆さんこんにちは、クニーネムです。シボレーのコルベットですけどね、ブレーキのオーバーホールしてきましたけども、準備が整いましたんで、今日は、このオーバーホールが終わったブレーキを車に取り付けていきたいと思います。ブレーキローターなんですけどね、もう車に、取り付けております。まあ、ハブにね、かぶせるだけなんですけども、どこか置いとく場所もあんまりなくてですね、邪魔なんで車に取り付けてるということで、取り付けの、録画の時は一度外してね、また付けるところからしたいと思います。まあ、言うてもただ付けるだけですけども、で、ブレーキですね、これを、左右付けていきます。録画の都合で、奥というかね、もう右側は録画しないで、こちらの左側だけね、録画したいと思います。もう取り付け手順とか左右一緒ですんで ね、ただこの、ブラケットを、ナックルに留めるこの太いボルトですけども、ちょっと私のトルクレンチでは足りないんですね。225Nということで、私の持ってるトルクレンチ200までしか見れませんので、できないんで、まあ力いっぱい締めて、だいたいこれぐらいかなというところで取り付けていきたいかなというふうに思います。それでは取り付けの方をしていきます。はい、ここまで長かったですけども、ようやくブレーキを車に取り付けます。ブラケットですけども、グリスを塗っておきます。車に取り付けてから、このグリスを塗るというのを今までやってたんですけども、まあ、つける前に塗っとけばいいんじゃないというふうに思いまして、これ初めてなんですけど、先に、このシムグリスですね、これを塗っておきます。このブラケットの中を、ブレーキパッドがスライドするように、動きますんで、その接する部分ですね、ブレーキパッドの動きが、良くなるようにグリスを塗っておきます。で、このシムグリスはすごく硬いグリスなんで、塗るのがねちょっと大変ですけども、きちんと、接する部分に塗っておきました。で、リテーナーピンというものが、ブレーキパッドとこの、ブラケットに挟まるように、刺さる部分があるんですけれども、このリテーナーピンが外したものすごく錆びてまして、あれではちゃんと動くようなことがなかったかなと思いますね。そこもきっちりと、グリスを塗っておきました。で、ブレーキパッド、これをキャリパーに取り付けていきます。ブレーキパッドをきれいに一度洗ってはいるんですけども、取り付ける直前にもう一度脱脂をするという意味も含めまして、ローターと接する面ですね、ここを掃除しておきます。このシボレーコルベットはブレーキパッドがキャリパーに固定されてるんですね。まあ、大体の車はブレーキパッドはブラケット側についてることが多いかなと思うんですけども、この車ではキャリパーにつくと。で、キャリパー側のこのピストンですね、ブレーキパッドの背中を押す部分ですけども、ここにもグリスを塗っておきます。ブレーキパッドの背中の部分、そこにもグリスを塗っておきました。で、このブレーキパッドの向きですけども、どういう向きにつけるのかなと、まあ、確認というのはすると思うんですけど、ブレーキパッドのこの耳の部分ですね、その形が違います。まあ、それを頼りに向きを決めていくわけですけども、先ほど言ってましたリテーナーピンですね、それが収まるような形をしている、ブレーキパッドの耳側を下に、してつけますね。で、このキャリパーに今、ブリーダースクリューが見えてますけれども、これが上側になります。
で、キャリパーにこのようにブレーキパッドを固定していきますけども、最後手の力ではちょっとしんどいかなというところありまして、まあ、頑張ればできると思うんですけども、まあ、あまり乱暴なことして痛めても良くないと思いまして、道具を使って、ブレーキパッドをキャリパーに取り付けていきます。で、まあ、この今使っている道具は、まあ、おなじみのやつですけども、このボルトを締めますと先が開いて、ブレーキパッドを開けるように、作用してくれるわけですね。で、これを使いましてブレーキパッドを引き上げる向きに力を加えまして、ピストンにきっちりとつけていくと、斜めに入れてしまうと良くないんで、平行になっていることを時々見ながらですね、均等に押し込んでいきます。やはりこういう道具は、あった方がいいですね。まあ、そんな高級なものはいりませんけれども、まあ、ないのとあるのとでは大違いと。で、まあ、こういったちょっと専門的というかね、マイナーな道具を買うときはいつも、そんなに使わないから買わなくてもいいかということが心の中でよぎるんですけども、まあ、買ってみますと、まあ、買ってよかったなと思う使い勝手の良さと、まあ、そんなに使うことないと思っていながら買ってみますとしょっちゅう使うんですよね。ですから、まあ、道具に関してはもう迷ったら買うという方がいいかなというふうに今では思ってます。で、パッドの耳のところにもグリスを塗りまして、初めに言ってましたけどこのブレーキローターですね、これをハブに取り付けました。そしてブラケットをこのナックルに取り付けていきます。これもまあ向きがありまして、止まるようにしか止まりませんけども、ちょっとねどっちが上か下かとか迷うとこですね。今人差し指でなぞりましたけども、あそこがリテーナーピンが収まる溝なんですね。あれが下側になるように取り付けていくと。で、裏側からこのボルトを止めていきますけども、すごく太い頑丈なボルトです。で、これが言ってました締め付けトルク225Nということで、私の持ってるトルクレンチではそのトルクを出せないんですね。ですからもう一つ大きなトルクレンチがいるのかなというふうに思いますけども、今回は力いっぱい締めるということで済ませてます。で、ある程度のところまでこういうラチェットを使いまして締め込みまして、トルクレンチで締めていきます。トルクレンチの設定は185Nにしましたけども、それでもすごい大きな力ですね。で、こういう車載の状態でやってますと車がジャッキから落ちないかなという不安がつきまといまして、まあ、あんまりこう乱暴なことできませんでしたけども、力いっぱい締めておきました。で、次にこの、ブレーキパッドがもうついてますキャリパーをブラケットにつけていきますけども、上側を先にはめまして、下側を後から入れますと、つけやすいですね。下側にスプリング状になっている部分がありまして、まあ、その都合で上下という順番につけると。で、言ってましたリテーナピンをこの位置に、裏側から、差し込んでいきます。これがブレーキパッドの微妙な位置でなかなか入らないんですね。で、強引に、ハンマーで叩いて入れようとするんですけども、入らないと。で、このリテーナーピンが入る溝っていうのはブラケットの一部とパッドの一部
で、この形ができてるんですね。両方の位置関係で穴が、狭くなって入らないと、手前からプラスドライバーを少し入れまして、穴の形を整えまして、裏からリテーナーピンをもう一度入れていきます。すると頭だけスコッと入りまして、この状態で、コンコンと叩いて入れていきました。このまま貫通させますと裏側にサークリップをつけて抜け防止ということですけども、サービスマニュアルを見ますとね、そのサークリップ一つつけるだけなんですけど、私の車の場合はサークリップともう一つワッシャーがついてましたね。サービスマニュアルにはないんで、なんでワッシャーこれなんですけどついてたのかなと。これ多分自分でつけたと思うんですね。かすかな記憶なんですけど、今サークリップつけてます。サークリップだけですとこのリテーナーピンがちょっと今画面で言いますと左右に動きすぎるというか、隙間が多いというか、そういう感じを受けてワッシャーを過去に自分でつけたと思います。ですから本来このワッシャーないかもしれないですね。多分ついてないものだと思います。で、今回も元と同じようにつけておきました。で、次に、インレットパイプ、ブレーキホースですね、これをキャリパーにつないでいきます。ブレーキフルードがポタポタと出てこないように栓をしておきましたんで、その栓を外します。外しましてももう出てこなかったですね。なんかもうできてしまったような感じがしますけども、これをキャリパーにつけていきます。ここはワッシャー2枚と盤状ボルト1つということで取り付けていきます。ワッシャーはついてたものを再利用してます。これは本当は、再利用はダメですね。交換部品ですね。で、言い忘れましたけども、ブラケットのあの大きな225ニュートンで締めるボルト、あれも再使用不可です。そこについてるワッシャーも再使用不可ですね。で、今盤状ボルトを締めてますけれども、ここの締め付けトルクは44ニュートンメーターということで、まあ、ここは持ってるトルクレンチで締めていくことができました。再利用不可のパーツとして、今あのブラケットのボルトとこのブレーキのガスケットワッシャー言いましたけども、下のリテーナーピンもそうですね。リテーナーピンも再利用不可ですね。バラした場合は新品に交換しましょうという部品です。今回私は全部再利用です。本当は良くないんでしょうけどね、私はこういう風にやってます。トルクレンチを44に設定しまして、この盤状ボルトを締めていきます。トルクレンチいつも最後2回カチカチとしてしまうんですけども、まあ、それはあまり良くないみたいですね。なんか癖になってまして、カチンカチンとやってしまってますけど、間違いだと思います。はい、ブレーキが車につきました。ですね、この、ブラケットですね、ブラケットを黒にするかシルバーにするかということを何回も言ってましたけど、だからもともと黒っぽいんで黒にしたんですけど、こうやってつけてみますとシルバーの方が良かったかなとちょっと後悔してます。次ね、またオーバーホールするときはシルバーにするかもしれません。ブレーキホースもつきまして、これで、まあちょっとは、こましというかね、まともになったかなと思います。で、次はね、ブレーキフルードの交換と、
と、あとタイヤつけて着地させてね、でブレーキ実際に効くかどうか、車ちょっとだけ動かしてみて、それ確認して、よければ完了としたいと思います。であとまたジャッキアップするの大変ですけど、もう一回ジャッキアップしまして、車の下回りね、それを点検します。というのが今ちょっとね、下回り見ますと虫の蜘蛛の巣がいっぱい張ってるのと、あとオイル漏れがありますね。エンジンのオイルパンのところでオイル漏れがあります。でそれはどこから漏れてきてるのかっていうのはもうまだ全くわからないんですけども、ちょっとそれの点検もしてね、オイル漏れあるようでしたらまた今後ね、それの修理をしていきたいかなと思います。はい、ということでね、ようやく先がもう見えてきましたけどね、もう一歩でゴールということで、気を抜かずに頑張っていきたいかなと思います。で、あれもですね、当院、当院もタイロッドのところで見たいと思いますんでね、ということでまたやっていきますので、ご興味のある方ぜひともお付き合いをください。それでは。